山田です。いやー、今日ちょっとびっくりしたんですよね。アローラのポケモンたちが、まあ、卵からね、出現するようになって、フレンド機能、そしてギフトを送る、ギフティングですよね。こちらができるように、まあ、ポケモン GO になりました。で、昨日ね、結構ガッツリと、まあ、いろんな動画をね、撮っていたんですが、翌日ですね、今日ですね、また新しいアローラ追加になっていました。こちらがですね、アローラのコラッタ、および、アローララッタですね。こいつらはまさかの野生での出現でございました。今までね、野生出現アローラっていうのはナッシーだけでしたね。進化後である、ナッシーだけで、進化前は今回卵でね、ギフトから入手できるアローラ卵から、サンド、ニャース、ロコン、ベトベタ、4種ですね。この4種が出現していたのですが、野生からコラッタということで、もちろん私山田もコラッタ入手してまいりました。今日はあいにくのね、雨でしたから、っていうのがあったので、いや、これは、まあ、言うて、コラッタをゲットするだけなので、一旦ゲーム画面だけで、と思って、いろんなところをうろうろ歩いて、まあ、合間で、レジアイス。で、これもね、ジムが出ていたので、まあ、倒したりとか、入手したりだとか、こういったのをして、やっと見つけました。アローラ、コラッタ。はい。捕獲率に関しては、通常のコラッタとね、変わりませんので、とはいえ、ちょっとね、ガチってちゃんと木の実使って、ハイボで、今回は入手しました。ということでね、この動画を見ている皆様も、すでにコラッタ入手している方っていうのもね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思っております。で、その入手してきたコラッタなんですが、はい、今画面ここいるんですね。ということで、この子を今から進化させて、アローラ・ラッタにしていこうと思います。それじゃあいきますよ。アローラ・ラッタ、出てこいや。出てこいや。アローラ・ラッタ、出てこいや。あんま似てねえな。あんま似てなかったですね。はーい、ずんぐりむっくりなラッタ。なんかさ、でかくなるよね、基本的にね。アローラってやっぱりその温厚な地域だからなのかもね。ペルシアンもすげえでかくなってるじゃん。顔なんだけど、基本的にはね。はい。ということで、アローラ・ラッタ、ゲットだぜ！結構ね、野生での出現報告あります。普通のコラッタぐらいのね、報告は、まあ、あるんじゃないかな、というような感じだったんで、お近くのね、お住まいの近くで、もしかしたら撮れるかもしれません。ということでね、まあ、こんな感じでアローラがじゃんじゃん、じゃんじゃん今追加されてきているタイミングではあるのですが、まだ動画で交換機能ですよね。トレード機能の方、こちらまだね、多分ね、出せてないんですよね。なんですが、こちらすでに収録終わっております。ただ、交換機能ってね、自分一人じゃできないんですよね。ということで、今回、ちょっととある方に協力をお願いしまして、動画の方を撮ってきました。そちらの方、ロケすでに終わっております。ということで、そちらの映像をご覧ください。どうぞ。すいませんね、ちょっと、でっけえ顔のアップで。トレードってね、人がいないと無理なんで、まあ、どうしようかなと。久しぶりのチラッとやってますね。北山さんですね。初の交換機能ということで、ちょっとね、 YouTuber 同士でちょっと一回やってみようかなということで、まあ、東京に上陸した、北山さんとちょっとトレードしてみようと思います。はい、ということで北山さんと、もうね、ちょっとね、フレンドの方になりました。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとフレンドのね、まあ、なる模様は、はい、北山さんの方のチャンネルでね、はい、見ていただけると嬉しいですけども、ぜひお願いします。はい、どうしてもちょっと僕送りたいポケモンが行ってきまして、はい、北山さんもそうなんですけど、はい、なんか交換する方にはちょっと一旦送っておこうと思っている、はい、ポケモンが一匹いますので、あら、はい、誰だろう。ちょっと送ると思います。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと交換機能、多分この動画見ている、はい、方も割と初めて見るっていう人いらっしゃるかもしれないので、そうですよね。はい、ちょっと順を追っていきます。はい、まずはですね、プレイヤーさんの方をタップすると、まあ、今このね、ギフトを送る、交換が選べるんですけど、はい、この右側の交換を押します。とと、はい、来たー。はい、交換。はい、来たー。はい、はい、周囲 100m 以内のフレンドさんと、はい、は交換できるの で、 で今北山さんね、まあ、今、はい、隣ですからね、はい、50センチぐらいなんでさすがに大丈夫です。はい、はいはい、で、この状態で、はい、それではちょっと送るポケモンを、はい、誰だろう。はい、ちょっと今僕はもうすでに選びました。はい、じゃあ私も選べばいいんですね。はい、はい、ちょっとお待ちください。はい、今画面の皆様は、動画見てる皆様は僕が何を送るか把握していると。はい、はい、じゃあ私もちょっと山田さんに送りたい子を選びました。なるほど、
何の子かちょっと僕も楽しみですが、はいはい、今ちょっと僕はあのこの画面で初めて気づいたんですけど、はい、右側にあるこれなんかバッチみたいなマークがあって、これを押すと、はい、個体値見れるんですね。あ、本当だ、ここで確認できるんです ね。確かにこれでも確かにあの、うんうん、ちょっと不便だなと思ってたんですよ。ここまで来る前にはチェックつけて、そうですよね、そうやんなきゃいけなかったから、探してっていうのも全部の子たちから探さなきゃいけないですね。そう、うん、だからそれがなくてこれはちょっとありがたいですね。そうですね、はい、それではちょっとこの子を送っていこうと思います。続けるボン、さあ、はい、じゃあ私も続ける、はい、はい、来ました、出た、部屋、はい、部屋です和田さんと言ったらっていう代名詞ですよね、はい、この部屋は多分あの2台ぐらい前の、あ、本当ですか、はい、相棒の部屋ですね。なるほど、ありがとうございます。はい、いえいえいえ、はいはい、ということでこれ表示出てるんですけど、はい、まあ、東京とあと、はい、ディグで愛知県ですよね。そうですね、はい、で、はい、この距離が280キロあるんで、おお、結構ある、はい、ね、やばい、ただそれでプラス3なのがね、あ、ね、意外とですね、意外と少ないですよね、うん、基本は多分プラス1なんですよね、うん、これ普通にあの距離とかが割と近いと多分プラス1ってことだと思うんですけど、まあ、100キロ以上離れてると雨にボーナスだってお話だったんですが、うん、まあ、2個ちょっと追加になったかなみたいな。そうですねそれでは確定ボタンを押そうと思います。はい、お願いします。行ってこい部屋、いってらっしゃい、ディグだ、あー、確定済みた、おお、エフェクトやっぱかっこいい、あ、これいいな、これボールもゲットした時のボールが表示されるんですかね、はい、今のそうでしたよね。そうですよね、はい、あの山田さんヘアがスーパーボール、はい、僕あのヘアモンボで捕まないんで、スーパーかハイパーなんで、あ、そうなんですね、はい、なるほど、もう絶対そうなんで、はい、愛がこもってる、そしてディグダが、お、はい、CP213 で213、はい、変わってないのかな、そうするとさっきの状態とですかね、はい、はい、山田さんからいただいたヘアはですね、はい、464ですね、あ、464ってちょっとここのタイミングで言うのちょっとあれなんですけど、はい、北山さん、はい、部屋返してもらっていいですかね。え？いや、ちょっと、あの、そういうことですね。あ、そうなんですよ。まあ、せっかくあれだけど、はい、ちょっとじゃあ一回で、その代わり今ね、僕もいただいたディグダお送りしますんで。了解です。部屋で検索したら出るのかな。あ、出た。来た。名前そのまま。あれ、ちょっと待って。あ、そうですね。そうなんですよ。ちょっとこれをそうお見せしたかったんですよ。はい、ありがとうございます。いや、僕もあの今いただいた、はい、そうですよね、はい、もう一度そう、これ交換できませんと、送れないんですよね。そうですね、はい、運営さんがこれは、まあ、お話ししてたんですけども、ね、はい、ちゃんとこれのチェックをね、やっぱ動画の中でしとくべきかなと、はい、いうことなんでやらせていただきました。はい、ありがとうございます。いえいえいえ、ということで、まあ、一回トレードした子は、はい、もう誰にも送れないと、はい、そういうことですね、はい、じゃあその同じポケモンを何度も交互にやって雨を無限に増やすはできませんよってことですね。なるほど、はい、はい、まあ砂100個でね、例えばヨーギラスの飴が延々増えるとかなったらね、やる人ワンチャンいるかもしれないですからね。そうですよね、あ、なるほど、ちゃんと考えられてる、はい、そういうことですね、はい、ということで、まあ、これがちょっとね、実は個人的に検証したかったので、はい、お手伝いいただきました。ご視聴ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、久しぶりの、まあ、正式なコラボかな。そうですね、この前はゲリラみたいな感じでしたからね。まあ、そうですね、はい、天保山で松田さんと高井根先生と、うん、そうあと4人でね、そうですね、はい、やりましたね、あれ以来でしたね。はい、まあ、東京に、ね、いらっしゃったということで、はい、今後、まあ、なんかできる機会もしかしたら多いかもしれないですね、はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい、いろいろ教えていただけたら、そのもうね、ええからもう楽しくやっていきましょう。ありがとうございます、うん、楽しくやっていきましょう。はい、はい、はい、ということで、今回ね、久しぶりにちょっと2人でやらせていただきました、はい、ちょっとね、多分この後に僕、はい、なんかトレード機能について、ちょろちょろっと話すかもしれないので、一旦ちょっとスタジオの方に行こうと思います。はい、わかりました、はい、ということで北山さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、交換機能、こんな感じで北山さんとちょっとね、今回やってきました。で、ちょっとね、今回、ま、動画の中では北山さんと実際このやってみるみたいな、そんな感じの、動画だったんですが、まあね、交換の方で、ま、いろいろとね、やっぱり動画の中でお話できていなかった部分があります。まずですね、今回交換機能やフレンド機能ですよね、これに付随する、メダルですね、その中で特にちょっと個人的には、気になっているのがパイロット、こちらは交換したポケモン同士の距離ですよね。これが、まあ、例えば今回僕だったら北山さんと、僕で、日本じゃねえわ、東京と、名古屋ですよね。この2箇所のポケモン行き来したことによって、それぞれね、まあ、200数十キロ離れている2匹のポケモンを交換しました。で、これを僕の方の動画と、あと北山さんの方の動画でもやったので、それぞれ200数十メートル、あ、メートルじゃない、キロの、ポケモンの交換を2回行っているということで、はい、僕自身ですね、今、パイロットのメダルが546人進んでいます。で、これがブロンズになるとですね、1000
1000キロの、この交換、まあ、だから超ざっくり言うとあの後僕2回交換を北山さんとやってれば、これが1000っていうのはすぐ行けたんですよね。で、まあ、ブロンズだったら例えばそういうねちょっと遠方の方と交換したりだとかすれば、まあ1日でも全然進むと思うんですが、問題はですねこれのゴールドなんですよね。どれくらいの距離かというと、パイロットの交換、パイロットの金メダルは、1、10、100、1000万、10万、100万、100万キロ、100万キロって、地球一周もそんなにないんじゃないですか、確か。赤道の距離ですね、が4万キロですね。赤道25回、地球25周分ですね。うん。いやそんな数字は無理じゃいと皆様思われると思います。まあしんどいですよね。となってくるとこのメダルがですね何が必要かというと、もう回数もしくは、海外ですよね、の方、まあ日本国内でもいいんですけど、例えばもう端と端ですよね、北海道と沖縄みたいなところの距離感の人たち同士で交換をしたら、まあもっと進むと思うんですが、まあでも1周が4万なんで基本的に裏側ですよね、真裏が2万キロぐらいまでしか多分基本的にはマックスも稼げないと思います。なのでブラジルの方と日本の人がね、そうですね交換、まあじゃあ2万キロ離れてるとして真裏で2万キロ、2万20万で10回、50回、ブラジルの方と50回交換すれば終わります。ブラジルのポケモン持ってる知り合いさすがに僕もいないんですけどね。ということで非常にこれ過酷なことが、予想されます。ただし一人の人と一日に交換できるその回数っていうのが、どうやらですね、まあ、上限が実際試した方っていうのが今いらっしゃいまして、一日に100回までだったらどうやらできるというようなお話でした。ということなので、例えばその海外に行ったタイミングとかでその現地の人とかとできるだけ交換することである程度進むのかなと、はい、思いました。あと個人的にこれがいいなと思ったのは、今フレンドとのギフトの交換で入手、まあ卵はできるんですけども、アローラのポケモンたち、これっていうのはギフトを送ってくれた方がどこのポケストップで入手したかによってそのポケモンの産地が決まるんですよね。例えばじゃあ僕が沖縄の人とフレンドだとして、そのフレンドの方が沖縄で入手した卵を僕に、ギフトを送ってくれて、その中に卵が入っていたと。そうするとまあ例えば僕はそのアローラのポケモンは沖縄県の、例えばじゃあ那覇市のじゃあアローラニャースですみたいなのを僕は持っている状態なんですね。でこれをじゃあ例えば僕は東京の友達とかと交換した場合、これは東京と沖縄で交換をしたことと同じ扱いにこれはなってくれるわけですね、このアローラニャースに関しては。なので、フレンドに関しては結構自分のメダルを進めるために他の地域の方、県外、自分の県以外のところに住んでいる方、なおのこと離れているとよしみたいな、そんな感じになっていますので、結構ね、例えば SNS とか、あとは昨日の僕が上げた動画とかコメント欄がすごいことになってたんですけど、フレンド交換の場になってたんですよね。でも割とそれがトレーナーさんにとっては結構いいのかなというふうに思いました。で逆に顔を知らない見ず知らずの人とフレンドになってる方が、あと全然近くない人とフレンドの方がなんか安心っていう人も結構いるんじゃないですかね、日本の国内だったら。このメダル、まあパイロット以外の2つのメダルっていうのがあるんですけど、残りはポケモンを交換した回数のジェントルマン、あとは、トレーナーとの親友ですよね。トレーナーの中に何人親友、大親友がいるのかで進む、アイドルというところなんですけども、アイドルは、まあ、毎日ギフトを送り合ってれば、いずれみんなね、行くのかなと思ってます。ジェントルマンに関しては、まあ、1000回、金メダルにするのに1000回ポケモン交換が必要なんですけど、最短で10日間あれば、まあ、さっきも言った通りね、どうやら上限点が100らしいので、それ以降は交換できなくなっちゃうらしいんですけども、その、なんか24時間はね。あ、そうだ、アローラが、どうやらレイドバトルでも出現する、みたいなね、記載が、ポケモン GO の公式さんのホームページでございました。なのでね、多分近日中に未だ実装されていないアローラ何かが出てきてくれるのかななんて思っております。最近のアップデートの感覚からすると下手したら明日なんじゃないかなと、もうこの金土日ってアローラアローラアローラみたいなさ、そんな風に、もしかしたら公式さんやってくるのかなと思っております。まあ何はともあれ、明日もね何かしら出てきたならばちょっと僕もねポケモン GO をやって、新しい奴らを狙って取っていこうと思います。残りさアローラのロコンと
ベトベタ、この2種が卵から出てこないと僕もね、卵割りまだまだ終われませんので、今日も卵ちょっと入手してきたんですが、まあ、あいにくの雨というところでなかなか距離をね稼げないので、今日に関してはちょっと卵の消費ですよね。アローラの卵以外のやつらを消費して割っちゃって、アローラ卵をまた入手して、まとめて割っていこうと思います。ということで、今日はね、まあ、アローラコラッタの出現、そしてフレンドとの交換機能、これを実際にやってみて補足説明みたいな感じでちょっとね動画をお送りしました。ちょっと噛んじゃったけど、はい、ということで今回はご縁で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。